はい、343回目今日は一人です。今日はですね、前回からの、3年までのリリースの解説だったんですけど、今回は2004年2005年ですね。同じように今から20年ぐらい前のリリースなんですけども、それを解説しようと。2004年3月5日デュオデュオですよ、VME ですね。難波博之、青柳誠、2人のデュオデュオですね。これは改めて聞くといいアルバムですね。今の時代ね、聞かずに CD を売ろうという時代ではないんで、聞いてもらってから気に入ったら買ってくださいっていうような、配信でも買ってくださいっていうような時代になったと思うんで、こういうふうにチャンネルにアップしてっていくんですけども、デュオデュオ、青柳くんの曲を難波さんが弾き、難波さんの、APJ でやってる曲を青柳誠が弾いて、これ非常に興味深いですね、これ。ちょうどデュオデュオの説明欄に書いています、詳しいこと。読んでみてください。トライフレームの曲を難波さんが弾いて、APJ の曲を青柳くんが弾くと。ドラムは同じ池名和美ですから、非常に面白い比較対象として、何を比較するというか音楽性なんですけどね、面白いですよ。一度ゆっくり聴いてみてください。気に入ったら CD でも買ってみてください。大抵、APJ なんかの時には持ってってます。それで同じくですね、同じ月にですね、青柳誠トライフレームのアウサルディティですよ。これはチャンネルアップしていません。ちょうど今発売してるんで、青柳誠のサイトに行くとすぐに買えます。非常にいいアルバムですよ。哀愁のある曲ばっかりですね。ステージでは暗い曲ばっかりって本人言ってましたけど、非常に哀愁ある曲が粒ぞろいですね。それで、2004年4月19日、もうこの年ももう毎月のように何か出してますけどね、ジャコパストリアス奏法、これはリットーミュージックから本で、出してます。これ監修を私がやったので、財布はですね数曲だけです。まあかなり興味深い、本になっていると思います。まだ手に入る場合は買ってみてください。面白いかもわからないですね。中古品で、売ってるとは思います。2004年8月20日8月20ですね、デュオデュオ G です。デュオデュオが面白いということで、それはギター版を出そうということで、布川俊樹、そして矢堀浩一、元師弟、関係ですね。これも好対照ですね。今度はね、デュオデュオの場合は、ピアノベーゼンドルファーですね、ダッチママスタジオにあったベーゼンドルファーを奏者が変わると音色も変わるという一つの興味深い比較で、企画ですね、企画で、やったんですけど、今回はギターをね、同じギターをやって、そういう
のはあまり面白くないんでやっても意味ないと思いますね。なもんでお互いの曲を、布川俊樹曲を矢張浩一が弾き、お互い矢張曲を布川君が弾くというようなそういうことをやっていますが、それだけじゃ企画が減った感じになりますんで、デュオデュオからね、かなり興味深い、ドルフィンダンスですね、ハンコックのあの曲をそれぞれやってもらおうということで、真ん中ぐらいに2曲並べてます。これもね、何かの売りに持ってってますんで、気に入ったら私が買ってもらうといいですね。音の方はアップしているんで、そのまま聞いて楽しんでみてください。この場で解説するのもあれなんですけど、 MP3 ってね、 CD 音源の10分の1に圧縮されるんですよ。どう圧縮してるのか知りませんよおにぎりのように手でギュッと圧縮してるイメージしかないんですけども、10分の1ですね。普通 MP3 だったら1曲5メガぐらいですよ、それ CD では50メガですね。ハイレゾになるとね、その5倍ぐらいですね。1曲250メガぐらいありますね。なもんでこれぐらいの差があるんで、50メガと5メガでもうね、今だったら皆さん想像できると思うんですけど、やっぱり、気に入ったやつは CD で 手元に置くと面白いでしょうね。2004年12月10日トゥーヘイズですね。トゥーヘイズのトゥーです。2枚目だからトゥー、再びだからトゥーで、まあいろんな意味でね。これは柏木弘樹チェロですね、そういうパーカッションの八尋智弘、こういう編成では予想できるようなベストメンバーですね。予想できるようなベストメンバー、なんか変な日本語ですね。期待されるベストサウンドですよ。それをね、全曲ではなしに半分ぐらいかなやってもらってますね。もう期待通りのサウンドですよ。これは2つの意見がありましてね、やっぱりこれ、トゥーヘイズのギターとベースだけっていうスカスカ感ですねを、期待すると、この音があるであろうというところにチェロが鳴ってます、パーカッションが鳴ってます。これ音楽の面白さですね。そのまま、期待聞こえるであろう音がその場にあるというのと、ないので、聞き手の心の中で音を加えるという、この辺がね、私の今研究課題なんですけど、そのあたりも通常のトゥーフェーズと比べて、聴き比べるというのも面白いかと思います。非常にいい、洗濯物を干すときにかけるには最適な CD がより一層効果を上げると思いますね。2005年になります。2005年、2月25日フラジャイルですよ。ポイズンケルズポイズン、全曲イニゾーンという、誰が言ったか知らないけれど全員イニゾーンやってますね。半分ぐらいですね。アルバム、そういう意味じゃ音の乱暴さというかね、凶暴性ですかね、一番フラジャイル2はあるんではないかと思うんですけど、この中のからの曲がね、なかなか、再現しにくいのはよくありますけども、まあ1曲目のね、サインポストなんていうのは私の曲できついんですけど、南海トリオで再現してますね。
よく、まあ、あの北川君もやってくれると思うんですけど、そういう意味でもかなり過激なフラジャイルのアルバムですね、ポイズンケルズポイズン。夏、2005年8月3日続ダブラーズ登場ですよ。ダブラーズに続があるんですねもうこれタイトルともな、もうジャケットのデザインも、これでもかというぐらいね、ネタを仕込んでますけどね。宝、タイトル宝、あ、これ宝になった理由いまだに思い出せないんですけど、これはキングの大月さんが付けたんかな。なんかあれ、あのちょうど海賊ブームっていうのは海賊映画ですね、カリビアンなんたらかんたらですかねとかいろいろありましたけども、その流れなんですかね私も分からずにもう、作ってしまいましたけども、非常に楽しいアルバムなんでね、これも聴いて楽しんでください。これ入手困難ですね配信もしてないんじゃないですかね、このチャンネルで楽しんでみてください。2005年9月17日ですね、2003年に出した2冊ですね、ベース理論クリニックと双方クリニック、水野の正俊が切るって、そういうのね、実践理論、実践理論ってまああるんでね、机上の理論としての音楽理論ですねと、実践においての理論ですね、まあ、そういうようなことを書こうということで、3部作になりましたね、水野正俊が切るっていうやつはね。まあ、その後2006年に問題作ですよ、水野式音楽理論解体新書につながるんですけども、まずはこの3冊ですね。あるんかな、まあ、手に入るとは思うんですけどね、2005年9月28日、ファズジャズですよ、一作だけ在籍しましたね、ディクショナリーセオリー、これがね3曲ほどね、YouTube の AI で、アップできないですね。で、残りをアップロードしてますけど、1曲目がいきなり、強烈なベースローから始まりますけども、今聞いてもなんか強烈ですね、これプロツールス全盛時代じゃないんで一発撮りですね、すごいと思いますよ本当に、メンバーもすごいですね、もうこれ聞きながら説明欄で、楽しんでみてください。2005年、いっぱい出してますね本当に。11月2日2857 3x3 ですよ、キングレコードからメジャーデビューですよ。2857、なぜその数字が出てきたかはもう、CD 持ってる人は隅々まで見ると分かると思うんですけども、ここでは喋りませんっていうとね、なんか一番嫌なネタツボになるんで言いますけども、消費税抜きの価格値段ですねこれ当初はみんな探したみたいですね、なぜね、1枚目はスリーバイスでしょ、バンド名そのままタイトルですよ。で2枚目が18、サダンが9の国18ですよ。で3枚目は3です、ね、ローマ数字ですか、3ですで4枚目は、なんかいろんな数字計算でね出てくると思ったんでしょうね、2857がね、これすっと解けた人いなかったですね最終的にもうね、流入を下げる、下げたいと思いますんで、これは消費税価格抜き、じゃあ消費税抜きの価格ですと、その数字ですということを当時のミクシーですかねミクシーで言いましたね。
安心してもらえたと思います。アルバム自体はいいですね。初めてやっぱり光一っていうギタリストゲストに入れて、3×3 ガチッと固まってるんですけど、サウンドがそこに入ってもらおうということでね、なかなか、何曲かな、3曲かそれぐらいですね、入ってもらってます。あとはいつもの 3×3 ですね、3人でやってます。聴いて楽しんでみてください。そして、年末ですよ、2005年12月21日電気スタンダードジャズ2ですね、出しました。これはね、今度はメンバーは青柳誠と池永和美、トライフレームの、トリオでやってますね。これはやっぱり説明欄にも書きましたけども、まだねジャズセッションでもなんだエレベカとかね、言われる時代が、まあ今も場所によってあるんですかね。アコースティック楽器の人にとってエレベっていうのは、ウッドよりも嫌がるというのは分かるんですけども、ちょっと軽いですし電気の低音なんでね、ちょっと倍音の質が変わるんでね。まあとはいえギターの人がね、ずっと生ギター持ってくる人少ないんで、みんなセミアコでアンプ使うんでね、そこまで嫌われるっていうのも分からないんですけども、セッション会場ではエレベ嫌われるっていうのね、今はもうかなり少なくなりましたね。エレベそれ言い出したらベース奏者がいないセッションが多いんで、エレベでジャズやる人も増えたんでね。で私自身もそれをその頃ですね、2005年、まだまだそれが薄かったので、人気がねエレベ推しということで、また2枚目を作ろうと。私のまあジャズのエレベ推しっていうのはもうモントルから始まってますから、まあウッドでも散々アルバム出してるんですけど、エレベのねその広がり方ですね、アップライトでは出せない、拡張性とかね、いろんなことがありますんで、エレベ推しでジャズをやろうと。それ以降ですか、2010年ぐらいからはかなり多くなってきたんじゃないですかね、エレベでのジャズ、ですね。そういう意味でも電気スタンダード2ということでね、リリースしましたということで、2004年2005年リリースですねの解説です。2006年はそのまたいっぱい出してますけども、いろんな展開がありますんで、またアップ終わった頃にまたネタツボでお会いしましょう。ということでありがとうございました。